実はムン・ジェイン大統領は日本に経済制裁を加えてもらいたいんではないのか。動画をご覧いただきましてありがとうございます。新潮家でございます。ですね、この動画は日韓関係のことについていろいろお話しさせていただいているんですけども、今、日韓関係は非常に悪いという状況になっているんですが、まあ、この理由というのはですね、いくつかありますけれども、特に昨年、まあ、半年ほど前ですね、昨年の10月にですね、徴用工の最高裁判決が出たというのが、まあ、大きいわけですね。判決はですね、いわゆる戦前の、まあ、日本の徴用工に対してですね、まあ、いわゆる現在の韓国人の方が、いわゆるこれは人権侵害であるということで、損害賠償を請求していたわけですね。で、これはですね、日本と韓国との間でですね、終わってるということが合意しているものなんですけども、韓国の最高裁判所はですね、いわゆる日本に対して請求できますよという判決を、まあ、出したんですね。それでですね、原告の弁護団はですね、それに基づいて、日本の企業に対してですね、いわゆる賠償請求ということをしてきたんですけども、まあ、日本が応じないということで、まあ、韓国内にある資産を差し押さえしていたと。これをですね、もし現金化した場合、これは日本企業に実害が発生しますから、日本の政府としてはそれに対して対抗措置を取りますよと。まあ、具体的には言っていないんですけど、まあ、いわゆる経済制裁をしますよっていう話なんですね。これはですね、まあ、繰り返し言っているんで、まあ、間違いなくやるでしょうと。で、それがですね、先日5月の1日ですね、韓国原告弁護団がですね、裁判所に対してですね、いわゆる資産の売却申請をしたわけですね。で、これはまあ、期間は3ヶ月ほどかかるという話なんですけど、間違いなくそれは裁判所の方で認められるでしょうと。まあ、なぜならばですね、彼らは最高裁で勝ってますからね、これはまあ絶対にまあ、申請は認められるわけです。で、そうするとですね、日本側も対抗措置を取らざるを得ないよっていう話なんですね。で、韓国政府のですね、対応というのはですね、若干矛盾しているのはですね、韓国政府は日本との関係で未来志向になりましょうよということをですね、例えばムン・ジェイン大統領であるとか、例えばカン・ギョンファ外務大臣とかがですね、まあ、言ってるわけですね。だけど、この徴用工の問題に関して言うと、はっきりとこれは民間の問題だから政府は関与しませんということを言ってるわけですよ。これはですね、行動として矛盾してるんではないのかなっていうふうに思うんですね。だけど、実はですね、これはムン・ジェイン政権の、まあ、いわゆる策略なんではないのかと。実はムン・ジェイン政権というのはですね、日本に経済制裁を加えてもらいたいんではないのかっていうふうに私は思うわけですね。まあ、これからお話しする内容というのはですね、根拠はありません。完全に私のですね、まあ、いわゆる想像です。だけど、こういう考え方を持てば、あんまりその彼らの行動に矛盾がないんではないのかなと思うんで、私はこういうような説明をさせていただくんですね。それはですね、どういうことかっていうと、韓国っていうのはですね、今、景気悪いんですよ。韓国はですね、ムン・ジェイン政権になった2017年以降ですね、まあ、彼らは左翼政権ですから、いわゆるどちらかというとですね、まあ、大きな政府を求めているんですね。それで、彼らは最低賃金の値上げというのをやった。彼らは最低賃金というのを、まあ、日本円で時給1000円以上という状況にしてしまう、まあ、それを目標にしたわけですね。で、それをするためにはですね、その10%以上増やさなきゃいけないということで、2年連続でですね、10%以上の最低賃金の値上げを彼らは決めたわけですね。で、まあ、2017年に決めて18年に実行したと。そして18年にも決めて19年、今年今実行するということになるんですね。で、そうするとどうなるかというとですね、で、彼らはですね、所得主導で、景気を良くしましょうと。つまり、給与が高くなると消費をたくさんするでしょうと。消費をたくさんすると景気は良くなりますよね。だから所得をたくさん増やすことによって消費を喚起して、そして消費を喚起することによって、で、経済成長しましょうよという考え方なんですね。だけどですね、これはね、全くうまくいってないんですね。まあ、考えれば当たり前の話なんですけど、そうするとですね、企業が人を雇わなくなるんですよ。現在、韓国政府はですね、今年の経済成長というのを2.6%から7%というふうにしてるんですね。で、だけどですね、最近、日本の野村証券がですね、出した資料によると、まあ、今年の見通しによると、彼らはもともと2.4という成長率を出してたんですけど、成長見通しを出していたんですが、それを1.8%に引き下げたわけです。それ以外にもですね、外資系のグループがですね、1.5であるとか1.8とかいうですね、まあ、いわゆる経済成長報告を出したんですね。
こういうですね、経済成長、経済が悪化している状況にあるんですけども、韓国政府はですね、それをまだ認めてないわけです。現在までですね、いわゆる韓国のですね、経済副首相、経済関係の担当の閣僚ですね、がですね、韓国政府の目標値2.6から2.7、これをですね、現実的に可能であるというふうに述べてるんですね。で、つまり、彼らは目標を引き下げていないんです。そして、経済を失敗しているということも認めていないんです。で、これをどういう意味なのか。で、これの矛盾をどうするのか。現実問題、今年の後半になってくれば、必ず成長の数字は出てきますから、そうすると矛盾することが分かってしまうわけですよ。で、これを解決する方法は一つあるんですね。それは、自分たちの責任のないところで経済が悪化しましたってことをすればいいわけですよ。それは何かっていうと、日本における経済制裁です。このままいくと日本は経済制裁をします。そうすると、当然韓国の経済にマイナスインパクトを与える。そして、後半になるとそういう数字が出てくるでしょう。ね。そして今年の経済成長が実際は1.8でしたとか1.5でしたっていうふうになるでしょう、きっと。そうなった時に、いやいや、これはね、私たちのせいではありません。日本が経済制裁したからなんですよ。日本のせいなんですよっていうことを言えるわけです。これはですね、韓国のムン・ジェイン政権からするとなかなか頭にいいやり方なんですね。つまり自分たちのせいじゃない。そして自分たちの嫌いな日本のせいにできるわけです。そして自分たちはね、日本政府からやられた被害者であると。例によって例のごとく韓国がよくやるやり方ですね。それを言えるわけです。で、なおかつですと、自分たちの政策の失敗を認める必要性がないわけです。だって本当は2.6から2.7になったんだけど、日本のせいで1.8とか1.5になっちゃったんだからって言えるわけですから。反日は国是ですから、反日で言ったら何でもいいわけですよね。で、なおかつですね、このいわゆる徴用工の問題に関与してですね、いわゆるその自分たちの支持基盤から反発を受けることもないわけですね。つまり、自分たちの支持基盤であるそういう弁護士グループ、つまり反日的なグループですね、そういう運動家の人たちから支持も集まって、ね、自分たちの経済的な失勢も認める必要がなくて、なおかつ、その日本のせいにして、経済悪化を日本のせいにして、反日運動に勤しむことができるわけですよ。これはなかなか頭のいい方法だなと思うわけですね。だから、韓国というのは、日本に経済制裁をしてもらいたいんではないのかと。先ほど言いましたように、これは何の根拠もありません。ムン・ジェイン政権は日本に経済制裁をしてもらいたいというのは、私自身の想像です。だけど、こう考えると、実は矛盾がないし、むしろムン・ジェイン政権にとってはいいことなんではないのかなというふうに思うわけです。だけど、当然のことながら、これは韓国人にとってみれば、つまり韓国国民にとってみれば良くないことなんです。だって、日本のせいにしろ、どこのせいにしろ、経済的に悪化することは間違いないんですから。ちなみにですね、野村証券のその先ほど言った1.8%っていうのがですね、正しいとするとですね、これは当然日本が経済制裁する前の数字ですから、日本が経済制裁をするとですね、より彼らにとってマイナスインパクトが大きくなります。もっと低くなるってことなんです。だから当然のことなら、韓国国民はもっと苦しむことになる。だけどいいじゃんと。韓国国民がどんなに苦しもうと、ムン・ジェイン政権としてメンツが立てば、顔が立てばそれでいいわけです。俺たちはちゃんとやっていた。だけど、日本が経済制裁したから俺たちはこんな苦しい思いをしてるんだと。悪いのは日本なんだと。俺たちじゃないと。俺たちは被害者だと。謝罪し賠償しろと。こういうようなことを言えるわけです。これは過去韓国が繰り返しやってきた方法なんで、彼らの得意中の得意な分野ですね。ムン・ジェイン政権は日本に対して未来思想と口では言っていながら、片っぽで日本から経済制裁を食らいたい。自分たちの経済失勢を認めることがなく、自分たちの支持基盤から支持を集める一挙両得な方法だからです。それであるんだったら、じゃあ日本側も遠慮なく食らわしてやりましょうと。そしてそれによって損害を被るのは韓国国民であるけど、そういう大統領を選んだ韓国国民の自業自得なんですと。私たちはそんなことに同情する必要性はなく、淡々と経済制裁を加えてやりましょう。
それがムンジェイン政権の望みであるんだったら、望みを叶えてあげましょう、と思う今日この頃です。動画を聞いていただきましてありがとうございます。またですね、下の方にブログ、ツイッター、LINE アットつけてあります。登録していただいたらありがたいなと思います。あと、新潮芸のショップの方もやっておりますので、下の方に URL ありますけど、そちらの方もご覧いただけるとありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。